ヤマトでした。見てきました、宇宙戦艦ヤマトですね、宇宙戦艦ヤマトという時代、西暦2202年の選択です。これね、上映館が少ないので山梨県で見れなくてですね、海老名まで、地域ランチ街道で海老名まで行ってきました、パンフレットです。行ってしまえば2199、それと2202、宇宙戦艦ヤマトのある意味総集編で、でこのあと年末に2205というのが、新たなる旅立ちというのがあるんですが、それに向けた総集編ということで作られていますが、このシリーズの構成監修ですね、福井春人さんに言わせると、まあ、ある意味ドキュメンタリーとして作った、まあ、プロジェクト X なのかな、プロフェッショナル仕事の流儀なのか分かんないですが、ドキュメンタリーとして、かつてこういうことが地球で起きましたっていうことを報道する構成する番組で、真田志郎という人が、まあ、そのナレーション MC をやるっていう感じですね。なのでまず最初のガミラスとの戦いとか、それからその後のガトランティスの戦いももちろん出てくるんですが、その前に、実はガミラスと接触する前に地球で実は何が起きていたかっていうことをが少し入ってます。年表的に入ってます。でそれが例えばそうですね、年表でざっと言うと1969年人類月面に到達、これは本当に今の僕たちの生きているその世界ですよね。で2011年国際宇宙ステーション完成、これもそうです。でその後2042年、ちょっと飛びます、人類火星に到達、2111年火星への入植開始、2145年、これが第二次世界大戦終結200年祭。なぜこれがあるかというと、ここまでいわゆる世界大戦といわれる大きな戦争はなかったということですよね。まあ、小さい紛争、小さい、戦争はもちろんあったんですが、いわゆる世界大戦と呼ばれているものが200年間起きなかったということを記念して、2145年第二次世界大戦終結200年祭というのが行われる。でこの時に各国がそれぞれその記念式典を行う時に、その戦争遺産をどう処理するかということで、実はこの時にこのヤマトが実は引き上げられていたという、引き上げられて、リペアされて、でそれを沈めるという行為を行って、もう二度と戦争しませんということにしてるんですね。でただその後です、先ほど言いました2111年に火星に入植開始したということだったんですが、その火星とに入植した人たちと、地球との戦争が実は勃発してしまいます。第1次内惑星戦争勃発で、また第2次内惑星戦争終結か、これが終わっています。これが、ガミラスが地球にね、なんか攻めてくる前に、実は地球の中で、地球と火星で同じ人類同士が星と星の間で戦争を起こしたということが一応想定されている。で、まあ、ガミラスが来て、で、まあ、ガトランティスがということが出てくるんですよね。なんで火星に入植した人たちが戦争を起こしたかというと、彼らが火星に入植した際に、実はその火星にはもう地球人類とはまた違う星の文明の宇宙船が見つかって、ある遺跡として見つかって、そこから人類が持ち得なかったテクノロジーを手に入れて、火星の人たちが地球に対して独立戦争とかそういったことを仕掛けるという感じです。まあ、そのテクノロジー、まあ、結果としてそれは地球側が、まあ、勝つのかな、勝つ勝利をして収まるんですけど、まあ、その時のいろんなテクノロジーの入手の仕方というのがある。だからもうその時点で宇宙は地球人だけじゃないんだってことは、もう大分前から実は知っていたという設定で、描かれています。なるほど、そういう話だったのかなっていうのがありますね。こういったものって面白いのは、今という時代、この現実社会とこういう SF の世界をどうつなげていくかっていうことを考えたときに、そこに至る年表といったらいいのかな、ここには何が起きて、ここには何が起きてということを考えていくと、まあ、ある意味辻褄を合わせながらそれをこう作っていく。でその中でこう物語を作っていくと、突拍子もない空ごとではなく、結構地続きの世界観の中でこの物語が
置かれたものあたりを置いてるんだなというのが分かりますよね。そんな感じでございまして、この宇宙戦艦ヤマト、まあ、僕自身も本当に中学、もう何十年前、50年前、半世紀ぐらい続いている作品ですよね。それがこういう形でまた出てきたっていうのが僕の中で結構衝撃的です。まあ正直に言うとね、その高校の時にさらば宇宙戦艦ヤマトっていうのがあって、まあ言っちゃえばデートで見たんですよ。なんかね、あの子17、18ぐらいです。で僕は今あのちょっと還暦になったんですけど、なんだろう、この時代を飛び越えた感、なんかね、そういうことを感じるの、思い出すんじゃないんですよね。なんだろう、こう地続き感っていうのかな、地続きなんですけど、まあ、そういう風にして、一つの物語がずっとこう語り継がれていく、コンテンツ作品の持つ強さというか、その世界観というか、そういったものをすごく感じますね。この後宇宙戦艦ヤマトは、先ほども言いましたけど宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち、なんだっけタイトルがあるんだよ、テイクオフ、そう、新たなる旅立ちテイクオフ、前哨、前の章前哨というタイトルで、この秋、冬かな、秋かな、また、公開される予定です。で、その前哨前哨ということで言えば、まあ、単純に言えば後章後章というか後ろの章が、まあ、あるというか、どうも最低2部作になるだろうと、もしかしたら3部作になるかもしれない、わからない、2部作かなということで、宇宙戦艦ヤマト2205新たな旅立ちに向けて、去年宇宙戦艦ヤマトという時代に西暦2202年の選択、まあ、ある意味総集編ですが、あのドキュメンタリータッチ、ヒストリーとして、描かれています。この先ね、あの宇宙戦艦ヤマト2205に向けて、まあ、見ておくといいかなと思いました。僕も見ていてよかったなと思います。好きだよ。あのね、本当にこういう物語が延々とある意味続いていく、語り継がれていくっていうことがね、本当に大事な感じはしますね。あの日本のコンテンツ、まだまだ頑張っていると思います。まあ、そういうわけで、映画を見るたびに、こういうね、あのこういう来場者特典とか、パンフレットとか買ってきて、あの紹介しますので、またあのこれがいいなと思ったらいいねボタンとかね、あのチャンネル登録とかしていただけると嬉しいと思います。あのまあ、映画のレビュー動画は、ね、結構あるんですけど、映画のパンフレットをこうやって紹介する動画はなかなかないなと思って作り始めてみました。また次回、皆さんとお会いできると楽しみにしております。それではまた。バイバイ。